平和だなぁ。今日は補習も任務もない。帰ったら思う存分ゲームでもするか。あ、フーマ、もしかして暇なの？実はとっておきのギアができたの、実験させて。ギア、メカムラウラル？まだだ。読んでないとでも思った？行け！フーマ捕獲&連行ギア！わっしょーい！ぐえー！おぼっちゃん、流行りの服はお嫌いですかな？殺せ。なんだよ、それは。よくぞ聞いてくれました。聞いて驚け。これぞ世紀の大大大大大発明、着るだけワンボタン瞬間移動ギアよ。それでそれを俺に着せてどこへ飛ばそうって言うんだ？なんで今からする実験がこれを見ただけでわかったの？なるほど。これまで私の実験に何度も協力させてあげていたから知性の能力値が引き伸ばされて。ともかく、分かってるなら話は早いわ。行き先は、そうね、フーマの家にしてあげる。早く帰りたいだろうしね。誰のせいだと？なあ、お礼なんていいのよ。協力の報酬みたいなものだから。よいしょ。
なあ、俺を飛ばすんじゃ成功か失敗かすぐにわからないんじゃないか。だから実験をするのはウラルが自分で。もうバカにしないでくれる？そのくらい私も考えてるわよ。だからね、私はこのギア一つで二人まで飛ばせるように作ったの。これなら対象者について確認できるでしょ。よし、行くわよ。スイッチオン。いやだ、やめろ。うわあ、死にたくない。生きたくない。生きてる？よかった。本当に良かった。良くない。どうして？理論上は成功するのに。すぐに改良するから、ちょっとそこで待って。